こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、一番まずいのは小利口な方っていうテーマで一回お話ししようかと思います。きっとね、これなんだこれなんだっていうふうに自分の心にうなずくことが結構あるんじゃないかなと思います。まあ、今回は、ブレインバスタープログラムではないんですけども、その中での雑談としてお話したことをね、またここで、かいつまんで、お伝えしていこうかなと思います。まず一番最初の考え方、小利口であることがなんでいけないのかってことなんですけども、そこそこね、上手にできちゃうんですよ。ですから他の人がもだえ苦しんでる時期がないんですよね。で、本来はそういうことをするべきなんですよ。なぜならマーケットはそういう人にあふれてるからなんです。いわゆるここではマーケットのニーズを自分が身をもって知る、弱い者の痛みを知るっていう段階がなくてはならないってことなんですよね。ですので下積みっていうのはやっぱしっかりね、あった方がいいかなと思います。下積みなくしてトップレベルに立つ人っていうのは、これね、小利口じゃない人です。大利口っていうかね、もう超天才なんですよ。その人は特にマーケットの痛みを知らなくてもきちんと行動が信頼を集めることができるんですよね。でも普通の人が信頼を得ようと思うと、小利口で立ち止まっていてはいけないんですよね。っていうか、スタートが小利口であっていけないんですよ。これはプロにならないレベルなんですよ。じゃあどうして稼げてるのかっていうと、上手なアマチュアレベルだからなんですよ。ですんで、あっという間に行き詰まって、最初の勢いがだんだん2年目3年目で弱まってきて停滞して終わりです。で、しかもそうしてる間にも何らかの突破口を見出せばいけないというふうに気づくんですけども、でも自分でできるだろうって思っちゃうんですよ。これが高慢の入り口なんですよね。自分でできない、誰かに従順になることによってその人のエッセンスを全て吸収しようというふうにしてね、自ら自分が初心者のレベルに落ちていくってことを何度も繰り返していくことなんですよ。私はこれから演劇の世界に入ります。そして数年前、民謡の世界に入りました。で、自ら一番底辺、入り口、雑巾掛けから始まることを選んだわけなんですよね。そしてしっかりと雑巾掛けをさせていただいて、今までの自分の育成とかね、身分というものはないですけども、実績とかを全く気にしてないところに入ることによって、自分がデッチ奉公にならせていただくっていう世界なんですよ。もちろん私がインターネットの世界でね、商売の世界で何をやってきたか、そういうのを一切関係ないところに自分の身を置くっていうのは、最初はね、人によってはプライドを引き裂かれるような思いがするかもしれません。本来の自分はこんなところでこんなことしてる場合じゃないんだよって思うかもしれません。しかしですね、仏門に入る気持ちで、じゃあいざ自分は人に従順になる能力があるだろうかっていうふうに立ち返った時に、恐ろしいほどね、従順じゃない自分に気づくわけなんですよ。何かというと、自分の考えをそこで発揮してみたくなっちゃったりね、いや、これはこういうふうにした方がいいんじゃないですかというね、口答えをしてみたりとか。そうすると何が起きるかっていうと、見方を変えるとですね、お客様からの要求に口答えをするっていうふうにも取れるんですよ。そうなんですよね。商売をしている人っていうのは同時に消費者でもありますし、消費者の気持ちに寄り添う必要があるんですよ。でも販売者としての理屈を押し通してしまって、自分のビジネスはこういう方針なんでというね、わけのわかんない一言で他者と自分を納得させようとしてるんですよ。じゃあ従順になろうと思うことはどういうことかっていうと、リッツ・カールトンの基本理念にあります、お客様の言うことは全部正解ということになります。私はね、これを拡大解釈して、他者の言うことは全部正解っていう風なスタートラインで始めたらどうなるかなと思ってるんですよ。どんな理不尽なことも、それはそれをどう解決できるかという風に自分に課せられたミッションであるかなって考えた時に、解決できない問題が一つもないようにするためには、全ての人に従順になるしかないのかなと思うんですよ。ですから小利口な自分を捨てて、自分がね、自ら山を降りていくっていう、そういった行為になってきます。さあ、そしてですね、2番以下は全部ビリっていう考え方を2つにお話ししましょう。小利口ってことは1番ではないんですよ。2番、3番、5番って、中の上や上の下みたいなところですよね。かなり平均点以上のいいポジションです。でもこういう方っていうのは山ほどいるんですよ。山ほどですよ。ですから自分が見えてる景色で自分が1番だと思った瞬間、自分が1番ではなくても上の方にいるかなって思った瞬間、それは底辺の考え方ですね。むしろ底辺の方は自分が這い上がらなくてはならないっていうふうにもがいてる分だけマシです、ね、尻に火がついてる状態の人はもっとマシです。でもそこそこやっていける人、
だから手を抜いたり自分なりのやり方でっていう風になってくる方はそこで終わりなんですよね。だから行き詰まってしまうんですよ。さあ2番以下は全部ビリっていう意味、ちょっと分かってきたんじゃないですかね。日本で一番高い山って富士山ですよね。2番目に高い山ってどこですかね。スッと答えられる人はほとんどいないと思います。そのぐらい2番ってビリと同じぐらい目立たないんですよ。1番でなければダメなんですよ。特にたくさんのマーケット、1万5万10万人っていうマーケットで2番3番ってわけでなければ、数十人数百人数千人のうちの1番になれない人っていうのはそこで終わりなんですよね。どのぐらいの私たちはマーケットで勝負してるかというと、だいたい6000万人ぐらいの有効労働人口がいる世界です。ですのでマーケットっていうのはこの6000万人を主に、マーケットと呼ぶようになりますから、この中でさあ細分化された小さなパーティーですね、例えば1万人っていうところ、1万人の頂点に立ったとしてもそれは6000番目に入っている可能性が高いんですよ。6000万人中の1万人としたらね、まあ、ですので自分のマーケットがまだ小さいなと思った時に、そこでとりあえず生計が立てれるとしても、ビジネスがうまくいってるとしても、2番以下は全部ビリだなと思って、絶対ね、ライバルを見つけていただきたいかなと。そしてこの人にはまだかなわないかなっていう人にかなってほしいなと思うわけなんですよね、うん、でそれはねフォロワーのためでもあるんですよ。自分の小さなコミュニティに存在してくれてる方はこの人に任せたいという思いで、少なくとも1番であってほしい、この人には勝ち続けてほしいと思って参加してるんですよ。そのくらいの思いで飛び込んできてくれるんですよね、まあ、ですんで自分は2番で以下かなとかね、自分伸び悩んでるかなっていうふうに口から出るようではもうこれ三流なんですよね。でその言葉っていうのは誰が聞いてるかってことなんですよ。がっかりしますよ弟子の方が、うん、だから私はね常にね不得意分野でも勝ちまくると、絶対にやる以上は成功させる、まあ、この言葉しか出ないですね。それは本心から思ってることでもあるんですけども、そういう風な人じゃないと人はついてこれないですよ。怖くってこの人大事なところで2番手でいいやって思っちゃうんじゃないかなと思ったら、じゃあその2番手にくっついてる自分は何なんだよっていう風に思っちゃいますよね、まあ、ですのでリピートが起きなくなってきますし、実際にその人の人生を台無しにしてる可能性もあるんですよね、はい、でね部活動で草取りとか声出しとか基礎運動とかあると思います。でそこが嫌だからっていうので脱出した人の末路っていうのはどうなるかってことは想像に難くないんですけども、じゃあね世界のヒノキ舞台とは言いませんけども、まあ、インターハイなりね何らかのヒノキ舞台に立った人が、じゃあそういう場面を避けてるかって言ったら避けてないんですよ。実はねこれどういうことかっていうと、意味ないことや無駄なことをいくらやらされてもそんなことをねやすやすとクリアしてものともしないような、理不尽をものともしないようなそんな精神力とか活動量じゃないと取れないってことなんですよ。だちょっとしたことに疑問を感じてそこで足踏みしたりそこを逃げたりとかしてそのレベルになっちゃうんですよ。まあでもね声出し1年間ねとかグランド整備1年間ねって言われても分かりましたっつってそれをこなした後で自分なりのトレーニングを自主的にできる人じゃないとそれはね立ち上がっていかないですよね。そんなもんじゃないですかね。だから下積みには意味がないという考え方は当然ありますし、それはある意味正解でしょう。でもその下積みをしないことにじゃあどんな意味があるのかなってことを答える人はあまりないんじゃないかなと思うんですよ。少なくともナンバーワンになる人は下積みなり理不尽なり仕打ちなりを逃げずに全部やすやすとクリアした人ばかりなんですよ。だからそんなところにねいちいち理屈こねる人っていうのはまあ表には立たないですね、うん、で挫折も早いです、転落も早いですし、そういう人は消えていくっていうことになります。でもどこかでやり直せるんだったら、そうだな自分はこんなことしたなと思えるんだったらまだ先はあるかなと思いますよね。でサラリーマン思考っていうことがまあちょっとねキーワードの中で出てきましたけども、小利口ってところと重ねていくとね、誰よりも早く出世する人、誰よりも早く課長とか次長になる人、こういう人ってのはまさに小利口な人でそこで終わりなんですよ。なぜならねずっと芽が出ない同じ職員にとどまっている人が、まあ、一躍ね部長級になるっていうのはこれはね本当の実力なんですよ。なぜなら同じロークとか浮かばれない時代を過ごしている仲間を持っているってことなんですよ、ね、でも同じ立場で大変だよねとお互いなんとかいつかいいようになろうねっていうふうにして何か力を出した時にその人たちが応援してくれるんですよね。でもスタートラインで一歩抜けちゃった人とか
あまりにも早く出世した人ってどちらかというと、あの人はできる人だから俺たちのことは分かってくれないよっていう風な入り口になっちゃうんですよ。だからね、私は40過ぎて、まあ、パソコンを始めてインターネットビジネスで、一定の、まあ、富を得ました、自由も得ました。だからこそ40代50代の人に響くと思うんですよ。え、40から始めたのと。それまで借金やったの。しかも私の場合は公の借金ですからね。だからどっかでこそこそって自称借金じゃないんですよ。会社を経営をしてきて、その決算書三角形がついて、でもう債務超過状態、税理士さんもサジを投げてますっていうところなんですよ。で、店舗はどんどん赤字が膨らんでいって、それこそね、借金取りまでは来なかったですけども、取引先の方が上司を連れて、なんとか分割全員で支払いしてくれませんかっていうふうにね、例えばコカ・コーラボトラーズの人が来たりとかするわけですよ。おしぼり業者の人とかね。で、そういう人が私に対して、なんとか払ってくださいよって、分割でいいんでみたいな感じでね、うん、そうやって滞納した、振り込み金額の交渉に来てくださるみたいなことを繰り返して、それは社員も見てますし、お客さんも見てますしね。で、当時私の口からインターネットで発信することはありませんでしたけども、その事業が終わった時に、実はこういう状態で財務ってのは悪かったんですってことをね、もう明々白々な事実として語れるんですよね。だからこそ同じような事業者がそんな状態からどうやって這い上がってきたんですかとかね、そのぐらいインターネットの力があるんですかっていうふうに刮目してくださるんですよ。ですので私は思います。ビジネスっていうのは知らせることができればもう集客に成功したも同然、集客に成功したってことは信頼していただけるんで、商品はもうそのまますっと売れますよっていうふうなね。そう、多くの方っていうのは集客に難儀してるわけなんですよ。 YouTube をやってる時でも結局どのぐらい集客でいいかなが勝負なんですよね。だからチャンネル登録がストップするってことは、そこで力量が終わってるんですよ。で、そこで自分のビジネスがほとんど完了してればいいですよ。でもまだ日々商品を売らなければならない方が、チャンネル登録が YouTube で言うとね、ストップしてるってことはどういうことかっていうと、そこで終わりですよっていうふうに、要するに上手なアマチュアっていうのはここでもうね、入り口終わります、閉じますみたいに言われてるってことなんですよ。プロフェッショナルっていうのは常に他者に従順になって新しいものを学び続けて、必要だと思ったら躊躇なくすぐに飛び込むことですね。あ、ちょっと体なまってるなと思ったら、ま、ガチンコマチクラブ、あ、そんなのすぐ飛び込もうとかね、ヨガ講師のユミさんのところにボン飛び込んでみたりとかね、ユミコさんのところね。で、そういうことができないといけないし、あとね、近くにトレーニングジムがあるんだったらそこでもいいですよ。自分でできないんだから、自分でできないからここまで来ちゃってるわけなんですよ、ね。コリコーの方ってのは自分でできることはやりますけども、自分でできないことってのはやらないんですよ。やらないばかりか他者にお任せもしないんですよ。だからそこの部分が行き詰まるんですよね。これは自分の力量では無理だと。誰かに入門して、誰かに対して従順にならなければ自分の変わる要素はないなと思えれば、新しい道が見えてくるんじゃないかなと思いますね。じゃあ今回は以上かなと思います。花良文さんからね、学ぶことはかなり多いなと私も思っております。で、サムネイルを見ればそれがね、だいぶ伝わってきますね、うん、それは私が今まで手をつけてなかった部分なんで、私がビジネスをやってればね、これかなり学べるところじゃないかなと。オンラインサロンも入るだろうなと思いますね。私はもうビジネスを、まあ、やってないんで、学んでないんで、うん、だからその方面で、何かね、オンラインサロンあるけども、どこにも入るつもりはないかなと。ただね、まあ、宗教的なものにはもしかしたら参加するかもしれないです。精神についての追求っていうのはビジネスとは関係なくこれからも続きますんでね。ただ今のところは芸事とか舞台という、まあ、古典芸能の世界で精神の追求ができるんで、そこの月謝とかね、活動費によって私は自分を鍛えてるっていうところかなと思いますし、やっぱりね、年下であろうとも年上であろうとも、芸の世界に入った以上は一番の新人ですから、全ての人に従順になるっていう気持ちはそこにあるかなと思います。ひいてはですね、どこに自分の姿を見ているお客さん、視聴者さんがいるかは知れないので、どこに行っても自分ってものが磨かれるなっていうふうには感じますね。あれ、 YouTube の久保さんじゃないですかっていうふうに声かけれることはまだね、そんなにないですけども、でも全くないわけではありません。やっぱりね、見られているんだなというふうな気持ちで、これからもね、過ごしていかないといけないですね。もちろん全員に気になることはできないんで、そこは永遠の追求になってきますけどもね。はい、じゃあ今回はちょっと長くなりましたけども、上手なアマチュア、これをね、ちょっとしっかりと自分の中に落とし込んで、
あ、もしかしたら自分は損なのかもしれないと、やばいなと思うのか、それともプロを追求するための段階の途中なのかなと思って自信を持って今のスタイルを貫いていくのか、まあ思い返すことがあるんじゃないかなと思います。本日は以上です。